こんにちは、アンティークコインプラネットです。コインマニアの店主が自分でも欲しいと思えるコインしか売らないをモットーに、本当に価値のあるアンティークコインを販売紹介しております。ホームページ、インスタグラム、ツイッター、 LINE などもやっております。概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひ一度覗いていただけると嬉しいです。一緒にアンティークコインの世界にどっぷり使っていきましょう。表面裏面ともに最強レベルの都市景観コインのご紹介になります。1843年、ウィーン都市景観サルバトール・ムンディ12ダカットサイズのゴールドメダル、グレードはなんとプルーフ63ウルトラカメオになります。表面にはサルバトール・ムンディ。サルバトール・ムンディとは世界の救世主を意味しており、あのレオナルド・ダ・ヴィンチが描いた青いローブをまとったイエス・キリストの肖像画のことです。男性版モナリザとも称されております。実際の油彩はサウジアラビアのバデル王子が約508億円で落札し、現在はルーブル・アブダビに展示されております。裏面にはウィーンの都市景観、中央にそびえ立つのは1359年に完成された世界遺産でもあるシュテファン大聖堂、上空にはハプスブルク家を象徴する相当の和紙が描かれております。直径42ミリ、重量 41.82g、 12ダカット相当のゴールドメダルでございます。このメダルには6ダカット、12ダカット、24ダカットのサイズがあり、6ダカットは当店でも何枚か販売させてもらったことがありますが、12ダカットは初登場です。しかもグレードはプルーフ63ウルトラカメオでございます。近年、天井知らずで上昇している都市景観を裏面に持ち、表面にはダ・ヴィンチが描いたキリスト像、サルバトール・ムンディが描かれているこのコインはまさに完璧です。他の都市景観コインと比較しても圧倒的、ため息が出るほどの美しさです。混沌としてきたこの世界に今一番必要なコインな気がしています。